皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。今回はホエイプロテインとソイプロテインの違いについてお話ししたいと思います。まず、ホエイプロテインって多分よく聞くかなと思うんですが、一番メジャーなプロテインというとホエイプロテインが一般的かなというふうに思います。で、ホエイプロテインっていうのは、牛乳が原料として作られている動物性タンパク質のプロテインです。ソイプロテインは大豆、ソイを、原料として使っている、植物性のタンパク質のプロテインです。ホエイは動物性、牛乳由来の動物性タンパク質で、ソイは大豆由来の植物性タンパク質っていうところが一番大きな違いだと思います。ホエイとソイにはそれぞれの、良さだったり特徴があるので、そこもお話ししていきたいと思います。ホエイプロテインは牛乳由来で、どちらかというと成分が私たちの体に近いっていうようなイメージしていただけたらいいんですけど、その分、消化吸収が早いっていう特徴があります。トレーニング後の、筋肉のため の、スピーディーな栄養補給のために取っていただくのであれば、牛乳由来のホエイプロテインがおすすめです。ソイプロテインは植物性のタンパク質だっていうところをお話ししました。植物性の特徴でいうと、消化吸収がゆっくりなのが、一番の特徴です。お腹の中でのとどまる時間が長いので、腹持ちがいいように感じられるっていう特徴があります。あともう一つ、ソイプロテインのいいところでいうと、乳由来の成分を使用していないので、牛乳を飲むとお腹下してしまうような方、乳糖不耐症って言うんですけども、体質的に乳糖がうまく分解できないという方がいらっしゃいます。そういった方は、乳油成分の入っていないソイプロテインであれば、そのゴロゴロの心配をすることなく安心してお飲みいただけると思います。あとは、乳アレルギーのある方も、ソイプロテインは乳成分を使っていないものが多いので、比較的安心してお飲みいただけるかなと思います。ダイエット中のおやつ代わりとして使っていただく、もしくは、牛乳が体質的に合わないっていう方も安心してお飲みいただけるっていう特徴があるのがソイプロテインです。よく、ソイプロテインってホエイプロテインに劣るんじゃないかっていうような話を聞くことがあるんですけども、もちろん先ほどお話ししたように、消化吸収の速さを求めるのであればホエイプロテインの方が優れているというふうには言えるんですが、栄養的な面から見てみると、大豆由来であってもアミノ酸スコアといって、必須アミノ酸のバランスを評価した値があります。100に近いほど良質なタンパク質っていうふうに言えるんですが、ソイプロテインであってもアミノ酸スコアは100で、ホエイプロテインも100なので、栄養的な面で言ったらどちらも優れたタンパク源だというふうに言えます。なので、どちらが優れている劣っているっていうのはなくて、それぞれの特徴を生かして、こう場合によって使い分けていただくのが一番いいのではないかなと思います。個人的にも、ベンチプレスっていう競技してまして、体重を調整する必要がある競技なんですね。なので、試合の前だけちょっと体重を少し抑えるような食事に変えたりもするんですけども、そういう時は、小腹が空いたタイミングでソイプロテインを飲んだりして、うまく食事のコントロールをしているような使い方をしていました。なので、普段トレーニング後とかはホエイプロテイン飲むんですけども、おやつ代わりにはソイプロテインみたいな感じで、両方のいいところをうまく使って組み合わせるのがおすすめです。じゃあ今日はホエイプロテインとソイプロテインの違いって何というところでお話をさせていただきました。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。